はい、どうもみなさんこんにちは、たよです。今日もゼノブレイド2前回の続きからやっていきたいなと思います。ではね、早速いきましょうかね。どれどれ、こっちで合ってると思うんだけど、じゃないかな、もしかして。あれだよね、どれどれ、うん、合ってるね。どれどれ、これなんだ。ここで一休みですの。ケイ。高さがあるな。そうだね。待ってて。まずは穂村から。引き上げるから捕まって。重いなんて失礼な。ってブレイドって重いもんなのか。リーディーに向かって重いとはデリカシーのないやつじゃの。そうだもん、デリカシーないもん。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、そういう意味じゃなくて。確かにトラより重いもん。でもそれは立派に成長してる証拠だもん。いいことだもん、すっごくいいことだもん。さあ、捕まってくださいも。力持ちじゃん。すごい力だ。花は人工ブレイド。このくらい楽勝ですも。ゴンザレスが引き上げられますも。照れてんじゃん。ゴンザレスとは誰？ほう。ここから、まあ、敵の基地だからね。最終？何が出るかなと。行くぞ。楽勝楽勝。トライ全然ピクピクじゃないもん。いいね。もふっ。こんなに相手はカナダスのパワーカーキー。強いね。敵。もふもふやサポートだ。
と。オッケー。はっ。ずっこしろも。いいね、伝わってくる。なかなかやりよるの。もっと褒めて。いいよ、相手になってやる。はい、あいつ結構行くですね。止めてみせます。ありがとう。いいぞ。このまま気を引き締めていきます。心強いね。もふもふなサポートが。はい、バッチダッブルスピンエッジ。いいよ。ナイスも。レベル9は結構強いな。そうなんで、花。ありがとう。俺たちは誰も止められない。ケイ。当たれ。よし。ぞ。やってやる。トラと花の攻撃は無敵だもん。いいぞ。はっ。このまま気を引き締めていきます。マリア。気持ちいい。ダブルスピンエッジ。はい、トラに任せてほしいぞ。よし。このまま気を引き締めていきます。今ちょっと私の方から。いいぞ。はっ。ヒート。入れてくれ。行きます。もう。ぐるーん。勝った。はい。私たちの思い一つ。バニラ。見せてやろう。花、ありがとうだもん。オッケー。採取して。どれどれ。こっちだね。到着。道が2つあるけど。やりましたね。うん。よし、やってやる。はい。サンタとやっつけてご飯にするも。はい、いいぞ。ペコペコだもん。やらせるかよ。やらせるかよ。伝わってくる。俺がやろうぞ。勝った。ジェットスパーク、かっこいい響きだね。鍵がかけられている。先行のごとく駆けつけるんですもん。わしの教え通りにやれば問題はないぞ。ちっちゃんはそこでのんびりしててよ。おとなしくしろってんだ。おとなしくしろってんだ。よし。あいつどこへ行かせる。心強いね。おとなしくしろってんだ。いいぞ。勝った。ここまでか。頑張りますもん。心を落ち着けて。パワープレイ。ほう。こんな感じで開くんだ。敵が多い。ご主人、この辺りのどこかにブレイドがいますもん。花、そんなことがわかるのかも。はい、何かブレイドの波動って感じですもん。なんだかよくわからないけど、白子がいるのかな。片っ端から開けてみましょう。いいね。あ、白子じゃん。燃えちゃいそう。やっ
やけどとかしてませんか？ホムラ、火が強すぎだよ。ごめんなさい、加減が難しくて。ホムラ様、レックス様。おお、無事じゃったか、ビャッコ。よかったもん。ほら、ご主人、やっぱりここにいたですもん。アルス様と、どちら様ですか？若干煙出てなかった。ビャッコ、いきなりで悪いけど、ニアがいる場所わかる？もちろんです。私と同調した、たった一人の方ですから。助けに行こう。処刑なんかさせるわけにいかない。はい、お願いします。助けられたら助け返せ。サルベージャーの合言葉その2だ。うんうん。あんたらしいね。兄貴、脱出ルート見つけたもん。急いでもん。ノボン族？お力を貸してくださった新しい仲間さ。よろしく。さあ、こんなところに長居は無用じゃ。脱出するぞ。うんうんうん。おお、3人だったね。うん。で、こっから脱出すると。ここ開けられんの？開けられない。初めて来たね。回り道。鍵があったと。なるほどね。あ、いいね。これか。よし。あとちょっとで出られるもん。そうはいきませんよ。イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がした汚点になってしまうのは困るの。水玉色のコアクリスタル、お前は天の聖杯。いまいましいけど、メレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている？お前もホムラを狙っているのか？お前も？当たり前でしょう。
天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る。アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる。完璧なサンダーランパイア。最後は論理が飛躍してますもん、うん、おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。あいつのブレイドはこのムキムキのやつなの。俺たちの力見せてやろう。トラとカナの攻撃は無敵なの。ルーとかも叩き潰す。ヒーラー系のドライバーヘッド集めてしまうと、うん、なるほどね。よし、ほい、はい、よし、めちゃくちゃ逃げるじゃん、あいつ。まだいけるよ。ブレイドコンボによる封印効果の説明をします。うん、なるほどね。めちゃくちゃ逃げるな。止まった？あいつ、グレイドを盾にするような戦い方を。何を言ってるの？グレイドはいくら傷ついても再生するけれど、ドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからグレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。私にはブレイドの気持ちがわかるんですって。お優しいドライバー様もいたなんて。なんてやつ。僕の出世のため見せてやろう。その聖杯を渡すのだ。はい、はい、すげー。似てるアンカー。ナイスも見たくない。もっともっなサポート。気を引き締めていく。よし。かあ。はい。
失ったようじゃの。ニアを処刑しようとするからだ。違う、こいつらは私を本国へ送ろうとしてた。レクス、罠だよこれは。罠？じゃあニアが処刑されるって触れは嘘？兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ、うんうん、なんかあれまだ生きてないか。こっちでいいのかな。到着やりましたね。赤いマークもあるぞ。この炎は、あいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ、帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイド、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか、待ち伏せされていたみたいですね。道理でやけにあっさりと脱出できたと思ったわい、やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレックスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドが誠に天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。
全て歴史が語る事実だ。分かったぞ。ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら。え、力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。戦うんか。ならばその意志等しく力で見せてみろ少年。強そうだぞ。俺たちの力見せてやろう。はい、一緒に頑張りましょう。お前の相手は花です。はい、はっ、もうはっ、よっと花バリアー、はっ、くっやん、勝った、花バリアー、見えてない、もくもくなくやるな。バッシュ、いいぞ。やっ、ご主人を守るべきな。ダメスティー、はい、じゃあ、任せて、はい、行きます、行きます、エミニル、ご主人を守るべきな。はい、はい、はい、ありがとう、ダメだ、ありがとう、ダメだ、ありがとう、決めてくれ、いいぞ、ノバ、ありがとう、はい、よ、勝った、はい、ゼミで、ありがとう、敵の弱点を、はい、いいぞ。アンカーショット。やっ、忍者を守るべきだ。ゼミニル。ダブルスピン。勝った。忍者を守る。行くわ。よし。そうはいかないね。よし。やってみます。はい、やったー、いいね、いいぞ、主人を守るべきだ。アンカーソット敵の弱点を守ってたんで。オッケー、はい、はい、ダブルスリーエッジ、はっ、やっ、はっ、いざ攻撃、はい、主人を守るべきだ。はっ、攻撃力を増やす、はい、ノバ、できた、はい、ドン、バッシュ、殻を放て、イーグルアイ、行くわ、あたしにやるぜ、伸びる鍵、はい、ジェルモラッチ、アンカーソット、はい、じゃあ、勝った、誰だ、私がいる限り、ハナ、ありがとう、はい、行きます、はっ、ジェミニル、はい、ハナ、ジェミニル、ハナ、オッケー、勝った、よし、ドライナー、行くか、ワイルド、ドン、バッシュ、はい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 、ノバ、ありがとう、いいね、花バリア、やった、じゃあだー、クラッチ、はい、バッシュ、ドリルが入ろう、はい、消えてくれ、はっ、はっ、セミニル、消えてくれ、やった、ブレイム、はい、ノバ、力を放て、行くわ、いいね、やっしゃ、はっ、じゃあ花、はい、パワーについてた人は忍者を敵の弱点つけよ。もうどうしよう、マジでもっと強くなるぞ。
ら。どうした、君の意志の力とはその程度のものか。ホムラは渡さない。聖杯とか力とか、ホムラを物扱いしてるお前なんかに。村には行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえどドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれず。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの方、お前の炎の方がはるかに強い。だが、あれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火。火は水に弱い。水。あった。みんな、あと少し走れるか。ああ。よし、来い。逃げるか。ホムラ、最大火力いける。はい、あと2回くらいなら十分。いっけー。芸がなさすぎるぞ少年。そう来ると思った。ハナ、頼む。了解ですね。貯水タンクだと。狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメレフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。
起点も効くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか、天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。追ってこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。な、お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。マジかよ。楽園に行きたいんだ。え、約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを。楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃめちゃくちゃ動きまくってるけど。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だってだろ。なんだよその毛布みたいな三段論法は。たく、短絡的っていうかお人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけてある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。ごめんなさい、強く巻きすぎました。いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも。痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫、かすり傷ですから。やるよ、俺が。
ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。さ、できた。どう？うん、いい感じ。ね、レックス。同じですね。え、ああ、うん。同じだ、ホムラと。起こしてくれた焚き火だからかな。え？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。まあ、てなわけでね、だいぶ長くなったんですけど、このあたりでね、一旦区切っておきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。